お疲れちゃんです。ラットです。ってことでね、今日もクラッシュロイヤルやっていきたいと思うんですけど、今日はですね、こちら、エリゴレスパーキーデッキをね、使ってやっていきたいなと思います。で、こちらがですね、先日ね、夜遅くにも動画を、エリゴレのね、デッキの動画を上げたんですけど、それに続いて、こちらね、今、使用率が一番、トップに近くて、勝率もすごい高いデッキとなっております。なんで、今日こちらを使っていきたいと思うんですけど、スパーキーですね。スパーキーがなんでって感じなんですけど、エリゴレが今その出たばっかっていうので、すごい使われてるんですけど、そのエリゴレに対してね、スパーキーが、やっぱ強いよねっていう話ですね。で、他のデッキにエレキとかも全然入っていなくて、あとディガポイとかですね、エリゴレが出る前に、今ウォールブレイカー環境になって、ウォールブレイカー環境になった後に、エリゴレが出たんですけど、そのウォールブレイカー環境の、ウォールブレイカーのデッキにもスパーキーが強くて、新しくね、出たこのエリゴレにね、スパーキーが強いっていった感じで、スパーキーがね、ちょっと増えてきてますね。なんで、またスパーキーメタのなんかデッキが出ると思うんですけど、このスパーキーには、相手が何も出してこないですね。相手が出してきたものに対してスパーキーとか出したいんですけど、ちょっとあれですね、ちょっとみんな今日、なんかすごい元気で、外で、ドア越しに歌ってる人とかもいるんで、もしかしたらね、その声とか入っちゃってるかもなんですけど、相手が何も出してこないですね。相手が何か出したものに対して、例えばスパーキーだったり、ダクネだったり、基本的にスパーキーですかね。を合わせて、そのままね、カウンターでエリゴレ繋げて、ダクネもつけてって攻めていきたい。って感じですね。はい。なんで、相手が何も出してこないんで、あと40秒待ってもいいんですけど、待ちましょうかね。待って、相手が何か大型展開してくると思うので、それにスパーキー合わせて、ダクネもね、合わせつつ、カウンターで、一気に持っていきたいなと、思います。で、このデッキには、加工されたね、トリトンが、まだ全然入ってるんで、普通に、ね、後ろからスパーキー出して、相手がね、何もしてこなかったら、後ろからスパーキー出して、逆サイね、その攻めてきたのをトリトンで釣って、そのままね、スパーキーで処理しつつ、カウンターに持っていくっていうのもね、できますね。あと40秒一緒に歌おうぜ。いや、歌わないっすよ。で、ミカさんが扉越しに歌ってたんで、声入ってるかもしれないです。粉雪ねえ。はい、ということでね、よし。相手がここで何も出してこないんで、僕から仕掛けますか。スパーキー出して、ロケットが飛んできます。予言です。やめて。シュコー。ミラーだ。なるほどね。スパーキーですね。スパーキー対決の極意、教えて。このデッキは、ライトニングも、何も入ってないんで、ちょっとスパーキーが厄介になりますね。これ大丈夫？いやー、やばい。でも、エレキがあるんで、スパーキー自体はリセットできるんですけど、スパーキーがね、あっちの陣地にいると何もできないですね。これマジで同じデッキ対決ですね。で、このプッチョみたいなやつがね、やば！お互い4ワード、お互い4ワード。プッチョみたいなやつ違うけど。いや、マジでプッチョだと思うんだけど、俺的に。よいしょ。オッケー。これ、カウンターです。これで、オッケー。いい。これだってもう、フィーバータイムでしょ。ここでライトニングあったりそうなんですけど、ないんですけど、オッケー。エリゴレが多分めっちゃ殴るのと、スパーキー、相手も一緒や。全く一緒。オッケー。でも、ウッドで処理しつつ、オッケー。このプッチョみたいなのが頑張ってる。後ろからスパーキー出して、相手のスパーキーね、エレキでしか処理できないんで、一回我慢して、オッケー。これですね、このエリゴロをしっかり取り飛んで釣って、防衛しつつ、多分僕のスパーキーが持ってかれるかもしれないな。オッケー。やばい。プッチョがやばい。これエレキで。危ねえ。オッケー来た。エレキでギリ止めて、オッケー。これ最後、相手、取り飛んで多分引っ張ってくるくらいかな。ポイズンで攻めて、ミラー対決ですね。オッケー。これ勝ったでしょ。これだってプッチョが一番強いんですよ、これ。ゴレの形と、ミニゴレ2体と、最後4匹スライムが出るんですけど、その4匹のスライムの方が、総合火力ですね。殴るスピードとか、そういう、合わせた、ダメージ合わせると、さすがラッティ。一番ね、総合火力が高いんで、ちっちゃいプッチョが、言ったらね、厄介ですね。あそこをできるだけ処理して、ダメージを抑えていきたいって感じですね。さすがラッティ。いや、そこのプッチョに対して、スパーキーがね、結構優秀っていう感じですね。扉閉めてー はい、相手がエリゴレ出してきたので、それに対してね、スパーキー合わせつつ、もしかしたら、これ相手ライトニングの方もあるんですよね。
ダクネとかネクロに対して、そう、引っ張られますね、これ。これやばい。オッケーオッケー。ネクロが死んだら、オッケーオッケーオッケー。いや、全然いい、全然いい。で、しかもトリトンも、オッケー。これ、エリゴで作らげて、カウンターでめっちゃいい流れが来てますね。まずトリトンも攻めに使ってあげて、オッケーオッケーオッケー、いい、来た来た来た。ここも適当に最後追加してあげるだけで、カウンターでね、ワンパンですね。ネクロにポイズン打ってもいいんですけど、まだベビドラとかダクネが残ってるので、このユニットで多分処理できる。はい、できますね。オッケーオッケー。あ、ウォールブレイカーね。ウォールブレイカーも確かにこの新カードに対してはちょっと強いかもしれないですね。よいしょ。まあ、言ったらね、ジャイとかゴレの代わりですね。なんで、高回転ジャイ、高回転ゴレみたいなデッキになっちゃってますね。よいしょ。はい。というわけで、これまたね、最後3、もう3コスターこれだけで勝てますね。これでトリトンが引っ張ってくれるんですけど、結局、よいしょ。ちょっと殴るんで、このゴーレムは溶ける、で、これも溶けるんですけど、ここですね、ここの最後の、この小物、これ、これやばいんですよ。これだけで今600くらい削ってますからね。まあ、1000あって、ポイズンで、だからまあ500か。はい。というわけで、あとね、ネクストポイズン回して、勝ちですね。よいしょ。いや、マジで、エリゴレ、ちょっと強すぎるんですよね。でも、クラロワリーグ、使えないんですよ、僕ら。プロ選手は、まだ、なんていうんですかね。正式リリース。そう、正式なリリースがまだなんで、まだね、リーグではエリゴレの使用禁止されてるんですよね。でも、実際にこっちのね、クラロワでは、まあ、使える状況っていうので、僕らはエリゴレをまあしっかり練習したいんですけど、練習しても結局ねリーグでは使えないんで、言ったら意味がないと言いますか、僕らはもうねエリゴレ使えるけど、エリゴレがない状況でね今練習してるっていう感じですね。それがちょっとね、グラチャルとかやっててもエリゴレばっかで、エリゴレでも本番いないやんっていうね、このねこのまあまたちょっとね大変な部分がねありますね。なんで、クラロワリーグでエリゴレなんで使われないんだろうって思った方は、エリゴレは使用禁止ですね。もう使った方がね、負けになります。よいしょ。で、これウォールブレイカーは、あ、危ない、今ラグでした。はい。この高回転ウォールブレイカーとか結構エリア後よりもなんか頑張って消すが回すキャー、相手の回空くぶって感じじゃん、高回転ウォールブレイカー、だからさ、エリア後アジグ、エリクカアジグ、エリポン、エリクカゴーヨムに対してこんなエリクカゴーヨム強くねっていう高回転ウォールブレイカーに対して、ああなるほどね、アドが取られるけど結局なんだろうね、守れるし、そうインフェルノタワーとかね今高回転ウォールブレイカーに入ってるんで結果守れちゃうんですよね。そう、やば、ちょっと待って、つれポイズンがない、やばい、危ない、エレキオーケー、危ない危ないですね、今クローンデッキですね、相手は。なんでここのオーブンには使わずにトリトンで壊して相手のクローンをまあポイズンでやっていきたいですね。これちょっとさっきラグで遅かったんでちょっと低めにやりましたね。タワーダメージ入れずに、よいしょ。というわけで、まあ普通に同サイスパーキーで合わせつつ、で、ポイズン打ってあげればいいかなと思いますので、この辺のダメージをしっかり許容して、まあ形作りですね、こっちには、こちらには、あれですね、サンコスの、まあ、ジャイみたいな、ゴレみたいなね、お化けがいるんでね。よいしょ、ホバがちょっと厄介ですね、ホバが。ここに巨助来るのかな？まあ巨助があるから、正直爆破で、で処理されちゃうかもだけど、よいしょ、つけて、オッケー、ああベビー、あいつだけオバリングだけでも、あ、オッケー、キョスケが戻ったことによってスパーキーが残るよこれ、よいしょ、ほらスパーキーが優秀、来たプッチョタイム。これさ、マジでさ、このプッチョが強すぎるんですよこいつが、マジで。結構変わっけね、殴り放題、ね、あー終わったくせー、ウッドからの、わあ痛え、ウォールブレイカー、めっちゃハイグ、これ棒っぽい息します、丁寧に、あ、やばい、待って、ポイズンやってる、ポイズンやってる、ポイズンやってる、ほぼ両方入ってないやん、痛い、ポイズンが痛い、オッケー、まあでもこんぐらいはね気合で耐えれます。はい、なんで後ろからスパーキー合わせつつ、キョスケクローンですね、1個俺が回転遅れてるんで、
あの相手のクローに対して今ポイズンが全然間に合ってない状況なんでね、そこがねまた辛いですね。これにね、あのエレキとかを使わないといけないっていうのがちょっと辛いですね。オッケーオッケー、まあベビーでね、いてててて、いてててて、オッケー。でもこれ相手スパーキーのリセットないんで、よいしょ、オッケー。これダクネで、まあでも今日スキー来てね全部持ってかれちゃいますけど、てかあーこれトリトンで引っ張ればよかった、今トリトンで引っ張って持った、オッケーオッケー。一回これすぐ攻めるんじゃなくて後ろからね、お奇跡、奇跡で、ポイズンして、オッケーオッケー、丁寧にね、ボーポイして、これ許容しつつ、これ打っただけでいいな。え、打っと、あ、待って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 、え、マジでさ、ちょっと使って聞いて、本当にちょっとラグいんだけど、これたまにこれマジ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 、ここの Wi-Fi が、なるほどね、ここのコタが住んでる部屋が良くないっていうやつね。まあ、つまりじゃあ、俺が増えた、つまりコタのせい、違う違う、俺が増えた、でもここで決めきることは無理だと思うんだよなと思ったけど、プッチョが、よし、ちょっと待って、ちょっと待って。大丈夫だね、これ。ちょっと大丈夫、ちょっと大丈夫。よいしょ。ボーポイして。リボエ。よいしょ。早く終わっちゃうよ。やばいやばい。緊急エリゴレ。あ、やばい、終わる。あ、終わる。あ、ネクロが、ネクロが終わる。あ、終わったー、くそー、ちょ、待ってー、マジで、ふざけんなよ、この部屋。いやいや、マジで。ちょっと辛いですね。オールブレイカーなんで、ウッドあれですね、出た瞬間に転がしたらタワーと巻き込めてタワーダメージ当てれるんですよ。ローリングウッドでタワーダメージ入れつつオールブレイカー守れるんですけど、ちょっとね、出るのが遅れた時にもう800ダメージ受けちゃうんで、それだけ皆さん気をつけてください。はい、というわけでこちらね、ぜひ使ってみてください。エリゴレスパーキーですね、結構なんだろう、環境トップぐらい、あとエリゴレがまず強いんで、今ね、なんか4ワード相手に行くから、すごいひどいイメージがあるんですけど、なんかね、このエリゴレの防衛に結局相手は過剰に防衛するんで、4コストの後行っても別にトントンみたいな、ダメージだけこっちお得にちょっともらえたみたいなね、イメージを持ってもらえるといいかなと思います。というわけでね、こちらね、ぜひお試しください。では、本日ね、多分夜、クララリーグあるんで、ぜひね、VS キングゾーン戦、応援してもらえるといいかなと思います。では、